タオプーン駅は、太陽国、バンコクとバーアンスークのタオプーン交差点にある、バンコクメトロの駅、高架駅、ブルーラインとパープルラインの2線が乗り入れており、駅番号は、ブルーラインが BL10、パープルラインが PP16、バンコクメトロのブルーラインとパープルラインの乗り換え駅、ブルーラインは延伸、パープルラインは新規開業によるものだが、 ブルーラインの延伸工事が遅れたため、2016年8月6日、先行してパープルラインが開業。続いて2017年8月11日に、ブルーラインが延伸開業し、2線が直接乗り換えできるようになった。ブルーラインでは引き続き西側への延伸工事が行われ、2019年12月4日より先行して、シリントン駅まで試験運行を開始した。 後、シリントン駅から先、タープラ駅までの延伸工事も完成し正式開業、運賃徴収を開始した。一方、パープルラインも当駅より先、クルナイ駅まで延伸する予定となっている。高架式4層構造で、1階はタオプーン交差点、2階は改札口、コンコース、3階が相対式2面2線のブルーラインホーム。 4階が島式1面2線のパーアップルラインホームとなっている。3階と4階とでホーム形状を変えており、ブルーラインとパープルラインの乗り換えが要因になるよう配慮されている。3階4階とも可動式ホーム柵によるホームドアを設置。3階には4階ホームに上がる階段のもとに個室の男女別公衆トイレが設置されている。ありがとうございます。